皆さんこんこにちはメディアお茶の笠子と申します加害者に未来があるから誹謗中傷するなと批判封鎖や言論封鎖するそのパワハラこそが、えー、まさに加害的態度なのではないかと、えー、被害者死人に口なしとも言うべきですね、えー、被害者には未来はない加害者には未来があるから黙ってろというですねちょっと恐ろしい状況なんじゃないかなということで、えー、解説をしていきたいと思うんですけれども え今、えー、まあ問題になっているというか、非常に悲しい出来事が起こってしまった、えー、原作を改編されたことで、ドラマ化に伴い、えー、まあ急死、自殺をしてしまった漫画家の足原さんの件で、ですね、えー、まあこの件でいろいろとお、まああのね、ネットがざわついてはいるんですけれども。 えーまあ、原作者の意向を無視して原作を改変した、まあ、脚本家やプロデューサーへの、まあ、批判が相次いでる、まあ。さらにはそれを作った日テレにも批判が相次いでると。まあ、ところが、ですね、えー、脚本家やプロデューサーや、まあ、日テレの誹謗中傷はやめろと、えー、いうことなんですよね。でもちろん、その誹謗中傷というのはダメです。それは別に誰だろうとダメです。誹謗中傷はね。誹謗中傷はダメですけれども、 こうした自殺、一人一人、一人一人,人が亡くなっているという、えー、事件になっていることに関して、原因は何だったのか、何が問題だったのか、誰がいけなかったのか、えー、的確な批判とか意見とかっていうのは、当然あってしかるべきですよね。それが再発防止であり、えー、悲劇の防止であり、 えー、亡くなった方への伴いでありということだと思うんですけれども、まあ、それをですね、ぼう中傷と一括りにして、やめろと言ってるわけですよね、でこれってまさに旭、えー、川の事件だったような、えー、そのいじめて亡くなったことよりも、いじめて、えー、生き残った加害者には未来があるんだと。 加害者に未来があるから、その加害者を批判するなと。で、被害者はもう死んでんだから、被害者はもう死んでんだから関係ねえだろうと。えー、加害者にも未来があるんだよ。だから誹謗中傷するなと。誹謗中傷はいけないけれども、誹謗中傷するなという大きな言葉で、えー、原因究明とか責任の所在とか、 批判とかやり方の問題点とか、そういうものを全部封鎖しようとしてませんかに、ニッテレさんっていう感じがしてならないですよね。まあそもそもじゃあ、加害者が誹謗中傷したことは、 問われないのかどうかとかですね、まあ、この件、そのまあいろいろ情報が錯綜していて、まあ、ねどちらの言い分が正しいのかっていうところもありがあるので、まあ、一概には言えないですけれども、まあネット上で加害者が被害者を誹謗中傷するようなことを言っていたという、そういうところは無視して、いや、加害者に誹謗中傷しないでくださいと、もう亡くなったんだし、黙っててくださいよ、皆さんはと、誹謗中傷で訴えるぞと。 えー、原因を究明とか責任の所在とかやり方の問題を問うなって言ってるんじゃないですか、日テレさんっていうことになりかねないですよね、まあ、本当に恐ろしくて、まあ、死んでしまったからもういいと、で、生き残ったやつには誹謗中傷するなと、これ以上、いや、我々に何も問題はないと、何も一切問題ないんだと、全部被害者が悪いんだとでも言っているような。 まあ死人にだったら誹謗中傷してもあることないこと言ってもいいんですかっていう感じにも受け止めかねないですよねということでえちょっとですねこの件えちょっといろいろとおかしいんじゃないかと思うんですけれどもえ人一人が亡くなっているという現状を踏まえたときに誹謗中傷するなという大きな言葉で言論封鎖をするんではなくてえ原因の究明とか責任の所在とか 誰が何を間違ったのかとかは、しっかり追及すべきであり、これ、まあ、言ってみれば殺人ですからね、別にあの、えー、勝手に亡くなったわけじゃなくて、これ殺人ですから、きちっと、えー、刑法上の罪も、ね、問われるべきものなので、それをですね誹謗中傷するなという大きな言葉で弾圧することは許されないんじゃないかなというふうに思います、日テレさん。